長距離の年です。さあ、今回はちょっとミッドウィークにあったので、ちょっとまあいろいろ忙しいわけですよ。普通に週、1回のね、週末の試合だけでも忙しいんですけど、週中日に試合入れられてくるとね、俺もちょっと全然オーストラリア楽しめやんって思うんですけども。今回はね、J2 特集ということでね、2つ試合ちょっと見ましたんで、そこに関しての話をしていこうかなと思います。今回見たのは、千葉対栃木。はい。圧倒的な大差がついたこの試合と、あとは、清水エスパルス対徳島。これはまあいろいろね、見どころたくさんあったんですよね。いろんな意味で。この2試合に関して話していって、J2 の楽しみ方、そしてまあサッカーの面白い見方みたいなことをね、やっぱ見れればなと、話せればなと思いますので、まあここ違うよとかあったらね、俺は全然まあ、いつもこのね、取り上げてるチーム見てるわけじゃないですから、なんか違うとこあったら、いろいろコメントで教えてください。はい、じゃあまずね、どうしか、まあやっぱ千葉対栃木から行くかね、まあなんと8対0という大差がついた試合になりまして、なんか千葉が最多得点記録更新したみたいなね、長いね、折り点ですから、長い歴史がある中でも、一番取ったみたいな話があるんですけども、ちょっとまあ短めに軽くここは話しますが、まあ正直この試合ね、あれでしたね、まあ千葉と栃木のこの選手の質、だったり完成度の差がこれもろに出たなっていう感じでしたかね。まあ千葉はね、4-2-3-1 で、栃木が3-1-4-2みたいな感じだったと思いますけども、まあ栃木視点に立ってみようと、あえて思います。で、これ一見いい感じに、こうね、見えますよね。守備のこと考えるとね。まあ前はめれてますからね。千葉の2センターバックに対して2トップでしょ。で、ダブルボランチに対してインサイドハーフ2人で、アンカーに対しては、千葉のトップ下に対してはアンカーはめれてる。まあ、中盤の真ん中がどこも空いてないっていう形ですから、やっぱなかなかこの、いい感じだなっていう風に思うかもしれませんが、でもこれがね、全然だったんですね。というのはですね、何かって言いますと、やっぱ千葉、ウィング外張り使ってますよね。スリートップが結構前に大きく張ってる形ですよね。ウィングがかなり外に張って、で、空いたスペースをもうみんなで使っていこうじゃないかっていう形だったと思うんやけども、で、ここをね、栃木はね、やっぱウィングに対してセンターバックがこうスライドしてみるっていうことをやってなかったんですね。全然こう、やらなかったし、で、そこをやっぱサイドバックがこう見るような形。で、サイドバックは本当だったら前に行きたいのかもしれませんが、ちょっとなかなかこう飛び出せないみたいな、感じでしたよね。なんで、千葉のそのサイドバックに対しては栃木のウィングバックを出すわけではなく、インサイドハーフからこう出るという感じでしたよね。だからこのスタメンズで言うと、この19番の選手と22番の選手をこうそれぞれ出していくという感じにならざるを得なかったというのがあったと思うのね。まあ、なんかサイドバックは本当もうちょっと捨てたかったのかもしれませんけど、まあ、なんせこの、ちょっとこう、インサイドハーフの中から出していく感じになりました。ただ、別にこれをやることは別に間違ってないと思うし、やろうと思えばできる。と思うんですけども、それをやるんだったらやるところでちょっとやっぱこう足りない部分がたくさんあったかなと、思いましたね。これやりたいんだったらやっぱね、まあ、もうちょっとこの中盤の強度だったりとか、奪い切れる選手が必要だと思うし、あとセンターバックの押し上げだったりとかも必要なんですけど、なかなか出られなかったし、あと、ま、そもそもやっぱさ、千葉って中盤とかクオリティめちゃくちゃ高いじゃないですか、選手の質が。そこに対して、まあ、3枚でギリなんとかなるかなぐらい、ところが、ま、2枚になってしまったっていうのがあって、インサイドハーフ出てったらね、中央2枚しか残ってないですからね、そこでやっぱ、見るのは結構きつかったんだろうなと、いうのはすごくあったし、まあ、インサイドハーフがこうね、ボランチがこう片方上がってみたいなこともあったので、やっぱちょっとやっぱ質が真ん中に足りないという状況が結構まあ、頻発してたんじゃないかなと、はい、思いました。で、あとはやっぱこのね、決定的だったのはディフェンスラインの低さね、めちゃくちゃ低かったし、あと2センターバックを一人で見てる1トップ、2トップが本当はね、2センターバックに行くんじゃなくて、結構やっぱ縦関係になってたんですよね。で、残ってるアンカーを結構見てる形だったと思うんですけど、もうトップじゃない、トップ下の選手がね、でもやっぱここが誘導できなかったし、あともう1トップで待ってる選手が全然このセンターバックをこうプレッシャーかけられなかったんですよね。だ結構やっぱジョグってる時が多くて、これ大丈夫なのかなと思ってたら、やっぱそれはもう全然全く捕まえられないという状況になり、でそこにこう千葉の選手たちの個人技がこううまく噛み合わさってね、まあ必ずこのね千葉の選手やっぱ見てたらわかるけど、受ける前に本当余裕さをちゃんとやってるというか、マーク外す動きね、パスが出るタイミングでボールホルダーがこう顔を上げた瞬間にこの裏に抜ける動きしてちょっとこう戻るとかね、こういった動きちゃんとやるんでね、やっぱこうマーク外れますし、でそこにちゃんとパスも出ると。
いうタイミングで、逆もしかりですけどね、逆も、降りる振りして裏とかもあるけど、うん、必ずこう飛び出す選手もやっぱいるわけで、そこがこう気になってこう現役できないところもあったかもしれないですね。あとはやっぱ芝野選手のクオリティの高さ、技術的な部分、パスが本当結構速いんですけど、なかなかね、ずれないですし、頭の回転の速さがすごいことになってるんで、切り替えも速いと。で、栃木に関してはロングボールの対応だったりとかもちょっと怪しい、うん、ロングボールもちょっとこう、準備できてないみたいな時もあったし、で、クロスに対してこの相手をこう同一視野に入れるみたいなこともなんかあんまできなくてね、セットプレーではやられまくるしみたいな感じだったんで、ちょっと警戒心も足りないのかなっていう感じはしたし、でまあ後半15分経つ前に 6-0 になってしまったので、まあここでもうゲームオーバーだろうなって感じだったし、こっから先ちょっと見る意味がなかった、俺もここ見てないんですけど、こっから先は、うん、まあドゥドゥがねゴールパフォーマンスでイエローを食らってるところ見たのは、まあちょっとなんか面白かったですけどね。はい、それで終わりましたという感じで、まあちょっと なんとか大差つきました。まあ栃木としてやっぱ早急にここをねなんとかしなきゃいけないですよね。まあこの栃木、まあ千葉やっぱ相手悪かったけど、まあ栃木結構今シーズンね結構ちょくちょくいい意味でやってくれてることもあるんでね、ちょっとこれも期待してます。宮津さんもいるしね。そしてやっぱり今回のこの一番の注目ゲーム、うん、清水対徳島ね、うん、これはねやっぱね注目度高かったよね。徳島が今すごいことになってますからね。で、屈強の徳島がミッドウィークでアウェーエスパルスっていう最悪の厳しすぎる中の状況で、なんと勝ち点1をゲットするという意外な結果に終わったと、うん、いう感じです。ただ意外というほどのなんかこのなんかね、意外と言ったらちょっと失礼なぐらいなんかすげえ選手たち頑張ってましたよね。うん、というのはですね、まあ、4-2-3-1同士の戦いであったと思うんですけど、まあ、清水のメンバーがね、ちょっとね、あれでしたよね。なんかその、まあ、メンバー的には中村がトップ下になっているんですけど、その、ね、あと徳島はその杉森と西矢の位置が逆かな。杉森が左にいたのか。やっぱりまずね、清水ね、メンバーが、やっぱこの、乾、北川がいないと。で、カルリーニョスも復帰したけどベンチみたいな感じだったので、まあ、怪我なのか、まあ、風でも引いちゃってるのか、ちょっとわかんない。んですけども、あ、まあ、さすがに徳島ではないからね、内紛ではないと思いますけども、で、徳島はチアゴ・アウベスがセンターフォワードでスタメンなのか、うん。で、結構雨が強かったんで、イレギュラーなことも起こりやすいのかなと思ったんですけど、あと、まあ、それにかまけてね、徳島は勇気がもらえる先制点が欲しかったとこでしたが、先制は、清水と、コーナーキックから、うん、まあ、ちょっと奥から入ってくる高橋を捕まえきることができなかったですね。これはもう迫力満点だったし、で、これはシュートをブラガが押し込むという形になりました。で、その後もやっぱ正直清水がね、ブロックとハイプレスを本当にうまく併用してたと思うし、まあ、徳島としては、ま、全然シュート打てないみたいな状況になって、まあ、かなりこのきつい。結構でも、徳島としては可変はしてたんですよね。左のサイドバックの橋本はちょっと上がり気味になって、FC には残って、3センターバック作るみたいな、うん、感じを結構やってましたよね。で、そうじゃなかったらボランチが片方降りるみたいな時もあって、その時はサイドバックちゃんと両方とも上げるというか、まあ、疑似的にこう3-4-3をこう攻撃の時には作っていこうぜみたいな感じやり方だと思っていました。で、まあ、ここの辺はやっぱすでにこの吉田達磨時代よりはデザイン性がありまして、吉田達磨さんはキャンプやって、で、試合ね、時間たくさんあったけど、こういうこと全くやらなかったですからね。まあ、後ろでこのステイして、まあ、前にこの降りてくる選手を作らないっていう、後ろに降りてくる選手を作らないっていうのも、まあ、一個やり方であったんですけど、そこから先のことはあんまり考えられてなかったし、ちょっとまあ、もうすでにこの、一試合だけですけど、かなり、増田監督ね、暫定監督、かなりいい修正したんじゃないかなと思いました。ただちょっとね、3センターバックの距離がちょっと近すぎたっていうのもあったし、まあ、ね、近すぎてさ、やっぱ、4-4-2 の清水の2トップで3人見られてしまうっていう形だったから、ちょっともったいないさすぎるという感じだし、途中からあんまりやんなくなって蹴るんですけど、スアレスもキックが全然こう、飛ばないというかね、狙ったところに行かないというか、で、受け手も潰されるみたいな状況で、もう完全に劣勢だったし、まあでも、ね、前半でも、まあ、杉森がペナルティエリアの中から打ったやつとかもありましたけど、まあ今までほぼなかったような形を結構見せてくれていたんで、あ、頑張ってんだろうなっていう風には見えましたね。で、後半なんですよ。ここがね、ちょっとね、面白くなってね、劇的に良くなったよね、徳島がね。うん。まあ、清水は別にやることを変える必要はないですし、変える理由も別ないんで、まあ、ステイだろうなと思ってましたけど、徳島が一気に変わったっすよね。配置は結構、基本的には3バック作るのも同じなんですけども、まあ、選手の動き方が全然変わったかなっていう感じでしたかね。特に前、ボランチより前の選手の動き、縦関係になって結構突きつけられた、
人を見て、こう、ウィングだったりとか、チアゴとか、あと、柿谷が結構中に入って降りるみたいな、スペースをこう、うまく使っていこうみたいな感じもすごくあったし、あと、清水の2列目が結構人にね、釣られてくれたんで、かなり効きましたね、これね。48分のシーンとか、すごく特徴的だったかなと思います。まあ、センターバックの距離は、まあ、前半とあんま変わらなくて、3枚そんなに、広い距離じゃなかったと思うけど、まあ、でもちょっと広がったかな、さすがに。でもやっぱあれだけこう効率的に前がね、いい配置取ってくれるんだったら、まあ全然こんな問題ないですよね。すごく良かったですよね。で、54分にいろいろから結構目まぐるしく両チーム動き始める。柿谷に変えて渡り。で、清水も62分に西原と千葉間に変えて、カルミナスジュニアと矢島。で、ブラガが左に行ったんかな。カルミナスジュニアがセンターフォードに入る形だったかなと。で、ややちょっと膠着はしたんですけど、さらに69分、徳島動きましたね。両サイドハーフを変えて、高田と棚橋、高田は右に入ったんかな。で、清水がもう後半は全然シュートまでいけないという状況になって、まあ、すごくこう、ハイプレスが効かなくなったというかね、まあ、いい保持ができていたっていうのと、徳島が。で、守備もかなりこの包囲できていたんで、かなり奪い返せるんだろうなっていう感じはしました。で、最後ちょっと会議をね、フォワードに入れたりとかして、これ最初見た時マジかと思ったけど、なんかすげえ良かったっすよ。なんかゴリゴリで、めっちゃ競り合いせるし、斜めにこう飛び出すとかもやってたから、俺会議フォワードできんのって思って。まあ、それはさすがにね、あれだと思うけどね。まあ、付き焼き場だと思うんですけども。まあでもちょっときついかなっていう状況だったんですけど、まあ頑張って攻めて、最後の最後に、でかいプレーが起こってね、橋本が侵入して吉田のタックルを誘いまして PK を獲得と、あれは何を揉めてたんですかね。なんか結構審判団がねやってましたけど、プレイオンみたいな感じなのかな、清水側からしたらな。でもあれは正直なんかそのタックルのところはファウルとするならばすぐシュート打ったから、会計が。あれ、プレイオンを取れないぐらいだと思うから、まあ、さすがにあれはちょっとプレイオン適用してくれよとちょっときついんじゃない、と思ったけどね。まあ、わかんないけど。俺もちょっとそこまで悔しくないから。で、この PK を棚橋が決めて1対1で試合終了という感じだったと思います。まあ、清水としてはちょっとね、悔しい結果になったと思いますね。清水はちょっとなんか意外にね、なんかあんまり動けなかったね。まあ、ブロックからカウンター狙いっていうのは、まあ今まで通りのやり方だと思うんですけども、そのやり方をね、なんかあんまりうまくいってない中でも結構継続したね。だからいくらでもやり方はありそうでしたけどね、3-4-3にするとか、3-4-3にしたらもっときつかったと思うよ、徳島。なんかあんまり動かなかったですね。まあ動けなかった理由もあるのかもしれないけど、選手のコンディションが整ってないとか。で、徳島としては、もしこのまま負けてしまったとしても、試合内容としてはすごい良かったかなっていう感じだったと思うんですけども、でも1取れたっていうのがね、あってね、これかなり勇気もらえるんじゃないかなって思いました。ただまあ、それ以前に、もう徳島はクラブがごたごたしてんのは、明らかなので、まず説明せよとは思いますけどね。これを隠れみのにフロントはすんなよとは思います。厳しく言っております。以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ、いろいろあった J2 ミッドウィーク開催でしたけど、面白かったですね。で、もうすぐ土日また試合あるから、俺は全然オーストラリアより遊びに行けないという状況になっているんでですが、近くのマックとか行ってオーストラリア価格を楽しんでこようかなと思います。クソクソ物価高いです、やばいです。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャオバイバイ。